これ音がもうピチャピチャ。あ、本当だ。はい。水分が。こんにちは。こんにちは。1ヶ月ぶりで。そうですね。はい、早いですね。はい。今日はいかがですか。いや、まあ前回よりは多分マシだと思うんですけど、はい、やっぱちょっと下半身ちょっとやっぱ硬いかなっていう感じするんですよね。はい、足裏とかも。多分硬いと思いますんで、はい、またちょっと、はい、そうですね、あのまあ、はい、あの初心者用にあの。わかりました。リフレすごい評判が良くて。本当ですか。はい、あの今再生すごい伸びてます。あ、本当ですか。ぜひストレスに強くなる効果があるの で、はい、でもまあ仕上がりはでもやっぱりすごく前 の、あの効果出てるんで、はいはい、すっきりしてるんで、はい、あれを乗り越えれば、それ我慢して乗り越えればっていう感じで、はいはい、そうですね、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。やっぱ、ね、膝裏がすごい張ってるんですよね。はい、膝裏、はい、やっぱ左ですかね。まず温めますね。左足の方が右より痛くて、つま先が、はい、はい、つま先ですか、はい、自分でビデオ見てたのか、足脱毛しようかなと思いましたもん。いやー、いいですか。脱毛しようかなと思いました。あ、まあ、そんなに濃くもないと思いますけど、ね、やっぱあれですよね、やりにくいですよね、はい、あ、まあ、ない方がやりやすいですね。はい。そうですよね。佐々木さんくらいまでならそこまでないですけど、もっとこう密集されてる方だと指が止まっちゃうんで。まあまあそうですよね。やっぱりあれなんですよね。やりにくいの分かるんで。いやでもね、これぐらいは大丈夫です。大丈夫ですか。はい。膝裏痛いのはどっちもですか。どっちもですけど、まあ、はい、やっぱ強く感じるのはやっぱり左足ですよね、はい、あ、そうなんですね。うん、左足の方がむくんでるんですかね。どうなんですか。でむくみを感じるのは右なのかな。あ、そうなんですね。右の方がやっぱきつく感じる時があるんで、もう分かんないですね。ちょっと自分の感覚と、はい、もしかしたら違うかもしれないんで。うん、いい。こっちの方が靴下の跡が出てるんですよね。食い込んだ感が強くなってるので、左の方がむくむのかなと思ったんですけど。あ、でも今すごい変な格好で立ってたんで、電車の中で、はい、はい、ああなるほど。斜めになってたね、ちょっと普段と違う状態。そうです、電車混んでたから。触られてるだけでもやっぱり痛いですよね、足先が。はいはいはい、つま先の方が痛い。痛いです、ね、両足ともつま先にはちょっと負荷を感じてるってことですか。左足の方が今触られて、はい、まあ、ちょっと右痛いですけど、右も痛い。左はもうこの今の状態でもなんかこうズキッズキッっていう、はい、ズキズキ感じがちょっとやっぱりある。あ、そうなんですね。まあ多分さっきのあの、はい、やっぱ電車の中で立ちっぱなし20分、はい、でちょっとやられてるかもしれない、はい、なるほど。とりあえず両方塗っときますね。すいません。膝裏を触っても痛い、ね、まだ大丈夫。なんかあのなんかだるい感じとか、はい、そんな感じですよね。なるほど。もうそれで痛いですもんね。滑らせるだけでね。だけで痛いんですね、はい、ですね。これ指に先に行くほどそれがちょっと顕著ではあるかと。うーん、でも優しいですよ。いや、一番わかります。もうすごいね、もう優しいですよ。いや、でもどんどん出てますね。すごいびしょびしょですね。こ
いやー、びしょびしょですね。悪いですね。本当に悪いですね。ねえ、あ、水分がすごいですね、今日の足は。あ、すごいですね、水気すごい。すごいですね。いやー、びちょびちょになってますね。すごい、なんか。わかりますかね、なんかこのびしょびしょ感すごい。軽いですよ。ちょっと待って、音が、水の音がする。立っちゃった。これ、音がもうピチャピチャ。あ、本当だ。はい、すごい水分が出たま、すごいですね、この。結構水分取っちゃってません？こうガブガブと。そんなことないですか？取ってるって、多分あの、はい、排出がうまくできてないでしょうね。あ、そうですね。痛い。ザイのスタイル。そうですね、なんか随分足に溜まっちゃってたんですね。こっちの方がやっぱり、あの、わかります？ほら、やっぱりこの薄さが、まだちょっとこっちの方が濃いです、あの、靴下の跡が。いきます。腹筋がつくな。はい、お願いします。いきますね。はい、止めます。さあ、もう一回、はい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 、お願いします。はい、持ってきます。はい、行きます。はい、もうプロレス技かけられてる。はい、すごい出てますね。水すごいですね、今日。そうですよね。もうポコッとなりますもんね。すごく調子良くなったんですけどね。あ、そうだったですか。良かったです。じゃあ右。